バス旅 Z 卒業コンビが初体験の鉄道で、大覇者技術は田川陽介にも同じ過去が、5年間で第19弾まで数えた旅番組、ローカル路線バス乗り継ぎの旅 Z テレビ東京を卒業した田中陽次と和田圭介が、1月11日放送の同局系水原で、バス旅以外の旅を体験。初めて鉄道を利用したのだ。今回、田中と和田が挑んだのは1歩1円ウォーキング対決旅。万歩計の歩数を1歩あたり1円で換算し、それを旅の資金としてゴールを目指すというものだ。バスだけでなく、鉄道やタクシーなど公共交通機関なら、何でも利用できる。田中と和田はスタート地点の日光東照宮を出発すると、早速東武日光駅から鉄道を利用。初めての体験に、和田は電車に乗るって変な感じだと違和感を口にする。実際、東武日光駅への道すがら、バス停を見かけては、駆け寄って時刻表をチェック。走り去るバスを見つけてはバス行っちゃったと慌て、バスが気になって仕方がないところを見せていた二人だった。が、乗ってしまえば、鉄道を絶賛。田中が早いねと感想を漏らすと、肌も、電車、早いっすねと、驚きを隠さない。さらには打破バランスいいですね。新幹線ほど高くないし、バスより遅くないし、電車好きと感心しきり、最後には田中が電車の旅したいなと、鉄道を褒めちぎったのだった。一体、バス旅の5年間は何だったのかと、言いたくなるほどの、激昇ぶりに、バス旅ファンから、ちょっとショック。やっぱりバスがいいと言って欲しかったと、残念がる声が上がることに、だが鉄道来さんも仕方がないことだと前置きして、テレビ視記者が言う、先代の田川陽介も、バス旅卒業後に番組で、初めて鉄道を利用した時に、絶賛しています。21年に放送された、BINGO 対決旅in 秋の新州テレ東系でのことでしたが、この旅はバスと鉄道の利用が許され、田川は長野電鉄に乗車、するといいねえ、信号待ちないしと顔をほころばせ、2回目に乗車した時はカメラに向かってピースサインを出し、ずっと乗りたかったんだもんと、大喜び。田中や肌と何ら変わらない反応でしたよ。田中と肌にとって、バス旅はもう過去のもの。いつまでもバスに縛られたくない、といったところか。事実、脱バス旅を思わせる言動も。バス旅 Z 時代の、二人は丸々県だぴょーんと言いながらジャンプして、県境を越えるのを、お約束にしていた。それが今回、栃木から福島へ入る時の福島県だぴょーんが、なかったのである。それを指摘されると、もう終わったんでいつまでも引きずってるって言われちゃう。田川と恵比寿吉和の初代コンビに比べて、評判は今一つだった田中と和田。バス旅の二人と言われるのは、もうこりごりなのかもしれない。